さん今回アウトプットのトラにしましょうかいやーねちょっとさすがにもうロシアから目が離せないしね昨日の夜もずっと寝る前もちょっとニュース見てましたねだってね今回ってまあロシアがね入らなきゃよかっただけですよね 入らなきゃね、それだけですよね。うん。何もそこ、生まれな、今回みたいにね、生まれなかったと思いますし、ウクライナの人は、まあ、ね、攻められてるから、まあ、守るぞって対抗してるだけであって、別にウクライナが、ね、やってるわけじゃないですからね。うん。いや、さすがに、あれ、ね、まあ、どうなるかわかんないですけど、 原発爆発したらやばいっすよねまじでうんさすがにちょっとさすがにですよねうんまあのウクラあのなんだまあロシアの兵隊さんなんかもなんか 何なんでしょうね、うん、まあ上の命令に従うのが兵隊だから逆らえないですよね。ここもここもここもきついっすよね。で今回ねあのこの前ね久保さんあの R の思考っていうあのやつ1万文字ですね。1万文字のあのー アンケートを取って、で、合格した人には、まあ、プレゼントして、まあ、そのね、ポータルサイドの中でね、アウトプットの虎っていう場所を設けたんですよ、場所。で、要は、結局、その、稼げない理由、稼げない理由っていうのが、アウトプットしてないんですよ、基本的にね、ほとんどの人が。なんで、まあ、場所を僕が作ったわけでしょ。でね、久保さん、現れました。 広島の久保が現れましたよ。広島の窪が <laughs>。これちょっと読み上げましょうか。広島の久保が現れましたよ。これ、これ来たなぁと思って。広島の窪が現れましたよ。まあま、どういうふうに書いてあるかっていうと、えー まあ、アウトプットの虎トのコメントの欄でね、まあ、そのコメント書いてくださいみたいに言ってるんですけど、今回は発信の本質についてお話していきます。私はこのアウトプットの虎トで発信する際あることを意識しています。私はもうこの場所は自分のメディアだと思っており、自分が思ったことを発信しています <laughs> 私がこの場所で発信する際には意識してるのは発信の本質です。発信の本質とは何かと。 橋の本質は私が思うに気づきを与えることだと思っていますみたいなこう書いていただいていてもうこの人ねあのあれですよもう,もう1万文字アンケート書いたんだけどもうあのここの場所でもう5000文字近くがアウトプットしてます <laughs> いやだ素晴らしいだここの場所でだからここなんですよねこの考え方ってすごい良くて まあ一応ね、このアウトプットの虎のその冒頭で、まあ、なんだろうな。基本的にね、まあここでアウトプットしても、まあ稼いアウトプットじゃなくて自分のメディアでね、自分のメディアでアウトプットしましょうと。ただ、自分のメディアがまだないとかね、発信するのが恥ずかしいとか、発信することをこう練習したいっていうことだったらこの場所使ってくださいねって言ってるんですね。まあ基本はやっぱ自分のね、メディアで発信しないとダメなんで。だからその捉え方ですよね。 まあその練習の場として捉えるんであるならば、自分のメディアで発信するじゃないですか。あ、自分、練習の場所で捉えるんであるならば、いや、ここで練習するより自分のメディアで発信した方がそれはいいよねってなるんだけども、自分のメディアとして考えた場合、要は自己アピールですよね。だから僕がこの商品をね、多くの人に広めれば、まあ間違いなく目立ちますよね。 <laughs> 間違いなく「こうの人すごいな」ってなるので、うん、広島の久保ですよこれすごいなこの人、うん、いやでもこれ作って正解でしたね、うん、本んにアウトプットのトラがトラになる人が現れるじゃないかな 一応あとね、メリットも一応、でもただメリットも与えてるんで、ここで100回以上アウトブットしたら、まああの、すげえプレゼントあげるよとは言ってるんですけど。うん。すごい。ちょっとすごいことになってきましたね、これ。もう毎日コメント入ってます、今ね。うん。よかった、これ作っといて。 まあ、アウトあののマネーのトラ最初ね、アウトプットの広場にしたんですけど、いや、マネーの虎をパクってね、アウトプットの虎にしました。<laughs> でも、アウトプットの虎になれば、マネーの虎に僕は近づけると思いますけどね。久保さん、どうですかマネーの虎の本質はアウトプットの、アウトプットの虎であるみたいなね。<laughs> うん、基本的にその事業まあ何かを成し遂げた人も結局学んだことを展開してるわけじゃないですかもしくはやろうと思ったことを展開して形にしたわけじゃないですかやろうと思っても形にしていなければ何も事業成功しないので <laughs> だからマネとマネの虎っていうのはアウトプットの虎なんじゃないかなっていうどうですかね そうお金を生み出すもの生み出しているものそれは自分が思ったこと考えたことを形にしている外に出しているアウトプットしているってことなんで言い換えるとアウトプットの虎なんじゃないかなっていう、うん、いやこれアウトプットの虎ラよかったなこれよかった、うんまあ、実際にこの結果も出てますから僕が望んだ結果が出てるのです、うん、晴らしい まあ、あの億万長者合宿でもねあの、なんだろうな、発信の,その原理、発信のそのね、久保ニュースの話しましたけどね、僕は当時、フェイスブックで久保さんの,なんだあのタイムライン見て久保、久保さんのニュースを見てあ、世の中そうなってんだ、みたいなね。そうまあ、基本的にニュース見てな、まあ、今は、ね、ロシアのニュース見たりとかしてますけど、 基本的に僕ニュース見なかったんで、まあね、最近は見てますけど、それで。でも全然見ないんで、久保さんの Facebook、久保ニュースで、地震があったのかとかね。そう。知ってましたからね。そう。だ結局、誰の第一情報になるかっていうね。誰の第一情報になるかっていう。 あなたは知っあなたが知っていることは相手が知っているかどうかわからないってことですね。うん、だ発信すればね、とにかく発信するっていうのは発信すると、だから僕もあのウクライナ兵士のあのなんだ報復してねで、その涙流してるやつは、インスタの誰か、だからこ,これはね、ニュースを見てそれじゃないんですよね。 インスタの発信してる人、それを発信してる人がいて、写真をこのっけて、で見たんで、第一次情報はその人ですね。うん。でもちょっと僕はすごく感じるものがあったんで、うん、なんかそ,その、ま、あまた発信しましたけど。<laughs> うん まあ結局ね、あの僕はあの、あの、踊る大捜査線の青島警部の言葉が本当に好きなんですよ。あの事件は現場で起きてると。プーチンはね、あの机の上でね、こうやって喋ってるだけですけど、せあの現場ではね、殺し合いされて。 日のすごいことになって悲惨なことになってるじゃないですか、うん、もしプーチンがね現場に行ってねあのなんかその状況を見た時に目の前に爆弾で子供がぐちゃぐちゃに死んでるまあすげえ死体とかもあると思うんですけどそれを見た時どう思うのかなっていうね、うん、もしそれで 目の前にその死体が転がって自己、自分たちが撃ったミサイルでね、子供がぐちゃぐちゃに、顔もぐちゃぐちゃになって死んでるの、死体を見て、プーチンはどう思うのかっていうね。もしそれで何も思わないんら人間じゃないですよね、もはやね <laughs> <laughs> うん。まあ多分もう、あのー、まあね、ミサイルとか爆弾なんで、コっパ道にね、 だからなんだろうな、あの、ベトナム戦争でもよくなんか話が、あの、足吹き飛んでね、なんかこの、いろんな人がいたと思うんですよ。あ、地雷か、地雷っすね。地雷、地雷だったかななんか地雷ふん、いまだに地雷あって、吹っ飛ぶみたいな。うん。なんかそういう子供たちがね、結構い,いるのをなんか前見たことあるんですけど、そう、あ、そう、ダイアナ妃だ。そう、ダイアナ妃がなんか行ってましたね。 なんかそのねあの地雷のそのあれでうんまあプーチンが現場に行ってそういう死体を見た時にどう思うのかなうんいってらっしゃい